はい、どうも皆さん、こんにちは、秋田です。本日は NTT に関してテクニカル分析を行っていきたいと思います。現状は NTT の1時間足のチャートを表示しているんですけれども、見ていただいてわかる通り、意識されていた平行チャンネルを下抜けして、下降トレンドを発生しています。で、もともと私が YouTube 上でお話ししていた内容としては、こちらの2本意識されている平行ラインがあって、この平行ラインを抜けた方向に対してトレンドが発生するんじゃないかというお話であったりとか、もともと意識されていたサポートラインと機能しているこちらの赤色の平行チャンネルがあったんですけれども、こちらの平行チャンネルを下抜けしたら下降トレンド発生するんじゃないかというお話は前々からしていました。で、結果的に意識されている平行ラインだったりとか平行チャンネルを下抜けしたことによって4月の後半戦は下降トレンドが発生しているような形になるんですけれども、この値動きは非常にシンプルで、平行チャンネルを下抜けしてから逆M字の形を作って、結果的に下降トレンド発生しました。で、今は相場の状態的には下降トレンドがどこまで続くのかというところが注目だいぶ集まっているかなと思いますので、本日の動画では NTT の株価がどこまで落ちるのかというところであったりとか、新規でエントリーポイントを入れるのであればどこが理想的なエントリーポイントなのかというところを解説していきたいなと思いますので、ぜひとも最後まで動画の方を視聴していただければと思います。で、私の運営している YouTube チャンネルでは株式に関してのテクニカル分析を中心に普段から動画を投稿しています。で、ファンダ分析に関しての情報も定期的に配信していますが、私自身チャートを見て相場を分析するテクニカル分析を6年以上研究してきているので、このチャンネルを通してですね、テクニカル分析によって利益を出す方法を視聴者さんにお伝えしていければと思ってます。また YouTube チャンネルとは別で公式 LINE というものも運営していまして、公式 LINE では YouTube では公開できない利益に直結する無料コンテンツを複数提供しているので、必ずですね、概要欄の URL から公式 LINE の登録を行っていただければと思います。で、複数ある無料コンテンツのうち特徴的なものを2つピックアップさせていただくとこちらになっていて、1つ目は株式のテクニカル分析の情報を定期的に共有する無料オンラインサロンの情報ですね。こちらは YouTube だと編集などの時間がかかるため緊急性のある配信が行いにくいのですが、オンラインサロンであればこのように相場が急激に動いた際などに利益が出るポイントを共有することができます。そして2つ目は LINE 登録者さんに対して定期的に行っている無料プロジェクトのご案内ですね。こちらは直近で行ったものだと月100万円前後の利益を安定的に狙える短期取引手法というものを1ヶ月間無料で教えさせていただいて、参加した方からはこちらのような感謝の連絡をいただきました。まあ他にもですね、様々な利益につながる情報を公式 LINE に登録すると受け取ることができるので、繰り返しにはなりますが、概要欄から公式 LINE の登録をお願いしますね。では早速本題の話に入っていきたいと思うんですけれども、NTT の1時間足の下降トレンド発生の流れを改めて振り返っていきたいと思います。もともと NTT 自体、昨年から今年の年明けにかけて上昇トレンドの方を発生させていて、一時的に1月20日あたりで頭打ちの方を発生させて、そこから下降トレンドだったりとか、レンジ相場を形成していました。で、レンジ相場形成したところで 185.5 円と180円の平行ラインに阻まれながら相場展開の方を進んでいた形になるんですけれども、こちらの平行ラインを下抜けしたことであったりとか、こちらの平行チャンネルを下抜けしたことがきっかけで今月の後半戦は強い下降トレンドを発生させています。で、この下降トレンドが発生してから反発したのが4月19日になるんですけれども、4月19日の反発は正直言って反発するポイントとしては結構不十分だったかなと思ってます。で、なぜこちらが不十分なのかというと、こちらで反発する理由というのはあまりないんですね。本来であればこちらで意識されていたサポートライン上で反発を発生させたりとか、昨年の12月に意識されていたこちらの平行ラインが存在するんですけれども、この平行ラインで反発するとか、そういった流れが妥当なところではあるんですけれども、見ていただいてわかる通りサポートラインでも反発は発生していませんし、こちらの平行ラインも残念ながら下抜けしてしまっているような形になります。なので個人的にはこちらの4月19日で反発したタイミングというのは不十分な要素で上昇トレンド発生したんだろうなと思ってますし、本来であればもう少し下まで相場が崩れてもおかしくない展開だと思ってます。なので今月の後半戦はまだまだ下降トレンドが継続的に発生すると思ってますし、綺麗な反発ポイントで言うとこの 157.9 円の平行ラインとかはだいぶ反発発生しやすいポイントかなと思うので、この辺りも下降トレンド発生しても全然違和感ないかなと思ってます。なので基本的には4月の後半戦は利益を出そうと思えば売りエントリーで勝負を仕掛けていくしかないかなと思ってますし、仮に短期的に買いエントリーを新規で入れたいという方はこの 157.9
57.9 円あたりまで高トレンドが発生してから新規で買いエントリー入れる必要があるかなと思います。で、一応時間軸切り下げて見ていきたいなと思うので30分足で切り替えるんですけれども、現状一応下降トレンドラインがこの辺りに存在するんです。で、現状この下降トレンドラインを上抜けしているので、もしかしたらこの下降トレンドラインに沿いながら上昇トレンドを発生させて4月の後半から5月の頭にかけて一時的な上昇トレンドを発生する可能性はあるかなと思うんですけど、このような相場になった場合には結局不完全な形で上昇トレンド発生しているので、 176.8 円あたりの平行ラインを反発して結局最後下降トレンド発生すると思ってます。なのでこちらのトレンドラインに沿いながら上昇トレンド発生した場合に関しては短期的な期待値というのはあるかもしれないんですけれども、正直言うと 1,2 週間ぐらいで否定されてしまうような上昇トレンド発生すると思うので、少なくともこの上昇トレンド発生しているタイミングでは無理な買いエントリーというのは入れない方がいいかなと思います。ですが、このトレンドラインに沿って下降トレンドライン発生した場合に一つだけ上昇トレンドにつながってくる可能性があるというシナリオがありまして、それはダブルボトムプラス下降トレンドラインで反発した場合、今はちょうど直近の底で平行ラインを引かせていただいたんですけれども、この平行ラインと下降トレンドラインが被っているポイントというのがこちらになります。で、日付的には5月1日になってくるんですけれども、5月1日にこの今まで囲ったポイントのこちらのポイントを確認しに来た場合というのは、ブルボトムプラストレンドライン反発という結構強いチャートパターンになってきて、ここは上昇トレンド発生する可能性があると思います。なのでこのパターンに当てはまって状況に限り私は買いエントリー入れたいなと思っているので、この相場状況に当てはまったら買いエントリーを入れてみてください。で、買いエントリー入れるポイントが175円あたりになるかなと思うんですけれども、こちらで買いエントリー入れた場合は投資金 10% ぐらい増える期待値があると思っていただいて問題ないかなと思います。ですが、基本的には下降トレンド優勢な局面なので、個人的には157.9円あたりまで下降トレンド発生してほしいなと思ってますし、下降トレンド発生した場合には直近の底を割れたタイミングとかで売りエントリー入れておけばしっかり利益獲得できるかなと思うので、この四角で囲っている部分は売りエントリーで利益を出していただければなと思います。なので NTT 自体はちょっと難しい相場展開にはなってきているような印象ではあるんですけれども、相場の流れとしては平行チャンネルを抜けたところで下降トレンド発生しているというシンプルな状態かなとは思いますし、このトレンドラインの兼ね合いというのは結構今週は大事になってくるかなと思うので、トレンドラインをぜひとも引いていただいて、こちらで反発を発生させるのか、それとも先ほどお話ししたようにこの平行ラインとか下降トレンドラインが被っているポイントを確認してくるのかというところをちょっと注目して見ていただければなと思いますし、私が普段から動画内で解説しているテクニカル分析の手法というのは株式に関してはちゃんと有効的に使えるものとなっていますので、今以上にテクニカル分析の勉強したい方であったりとか YouTube 上に利益に直結する情報を受け取りたいという方は概要欄の URL からぜひとも公式 LINE に登録していただければと思います。では本日も少し短めの動画にはなってしまったんですけれども、最後まで動画の方をご視聴していただきありがとうございました。また NTT の相場が動いた際には YouTube 上で動画の方を公開したいと思いますので、動画の方はお見逃しのないようにチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。